どうも、馬主 VTuber のゆうまです。共有馬エイジランナー号が名古屋へ移籍して3走目で嬉しい嬉しい初勝利を挙げました。共有ですが馬主として2勝目となりました。名古屋競馬も初勝利です。8月22日木曜日、名古屋2レース、天候晴れ、両馬場、3歳11組、今井貴弘騎手を背に1枠1番マイナス9キロで557キロでの出走。前走2着が評価されてか最終1番人気とはいえ、メンツ的には中央で掲示板経験のある馬が2頭いるのに加え、名古屋競馬では内枠が圧倒的に不利らしく、前走2着は外枠でのもの。ゲートが開くとロケットダッシュ。カメラの角度的によく分かりませんが、1馬身ほど前に出てそう。名古屋は内が重いためか、内から1頭分ほど外に進路を取ります。3番が馬体合わせてきますが、花は譲らず、コーナー手前で3番以下を大きく離し、2着以上はここで確信。3番が再び差を詰めてきますが、直線向いて1馬身半ほど突き放し勝利を確信。最後6番がいい足で突っ込んできますが、2馬身半差をつけて最後は余裕を持って1着でゴールイン。3着以下には大差をつけ、いい内容だなと思っていたら、勝ちタイム1分35秒には同日同条件の A クラス葉月昇龍戦の勝ちタイムが1分35秒1と抜群の時計でした。単純計算ですと A クラスでも足りるタイム、エジランナー号も A クラスいける器なんて舞い上がりましたが、相手が違えば展開も違うし、今日はスタート抜群、最後は余裕ありそうだったとはいえ、激走後の疲労もあるだろうし、ということで結果を見守っていくしかないのよねと浮かれる自分をたしなめました。とはいえ、同じくエイジランナー号の共有仲間である花さんのデータですと、今年に入って名古屋競馬48レースあって、1枠勝利数1回、2着1回、勝率 2% というクソほど不利な条件で、今年1枠で勝利したのはエイジランナー号のみ、しかも好タイム。ポテンシャルの片鱗を見せてくれましたので、 A 級など夢は夢として、今後も一層一層応援したいと思います。それでは頑張れエイジランナー、またね、バイバーイ。